皆さん、こんにちは。ついにパリ五輪、女子バレーボール競技に臨む12カ国が出揃いました。6月16日、女子ネーションズリーグ VNL 1次ラウンドの全日程が終了し、オランダ、世界ランキング8位が最後の出場切符をつかみました。世界ランキングも確定し、本大会の組分け抽選で活用される4つのポットの顔ぶれも定まりました。パリ五輪本大会の組分け抽選会は19日に VNL 決勝ラウンドの舞台となるタイで行われる予定で、抽選するためのポット分けにおいて指標となるのが今大会1次ラウンド終了時点での世界ランキング。五輪本大会にエントリーする12カ国はまず3組に分かれて総当たりの1次リーグを戦い、各組上位2チームと各組3組の成績上位2チームの計8チームが決勝ラウンドに進みます。すでにプール A に開催国フランス、 B に世界1番手ランキング1位ブラジル、 C には世界2番手同2位イタリアが入ることが決定。その後は3から5番手がポット2、6から8番手がポット3、9から11番手がポット4と抽選で順々に振り分けられていき、7位の日本はポット3に組み込まれ、4つのポットは以下の通りです。ポット1、フランス、開催国、19位、プール A、ブラジル、1位、プール B、イタリア、2位、プール C、ポット2、トルコ、3位、ポーランド、4位、アメリカ、5位、ポット3、中国、6位、日本、7位、オランダ、8位、ポット4、セルビア、9位、ドミニカ共和国、ジキチー、ケニア、20位。一方、1次ラウンド終盤に猛威を振るったのが中国女子代表。第3週の香港ラウンドではブルガリア、同20位、ドイツ、同12位を連覇すると、試合開始時点で世界1位だったトルコにも0-2からの大逆転で勝利。さらに土曜日の最終戦では強豪ポーランドを相手に3-0の完勝を収めました。中国スポーツサイト総府体育は、不安定な序盤戦を乗り切ってなんとか9勝3敗を挙げて4位に滑り込んだ蔡斌、蔡斌監督の采配も冴え、チームも若手とベテランがうまく噛み合うようになってきたと持ち上げ、それでもギリギリでポット2に食い込めなかった点を悔やみ、5位アメリカとの差はわずか 4.46 ポイント。ポーランド戦を前にして6位が確定したのは、最終戦でアメリカが日本にストレート勝ちを収めたからです。総府体育は、日本はことのほかあっさりと敗れてしまった。彼女たちがアメリカに勝っていれば中国が5位となり、五輪の本大会でポーランド、トルコとの対戦が避けられた。アメリカにプレゼントをあげたようなものだ、実に惜しかったと嘆いており、結果的にパリ五輪予選をアジアトップで通過した中国、20日には VNL 準々決勝で日本とのリベンジマッチを迎えます。 VNL 女子第2週での対戦では、日本が第1セットを 25-22 で先取し、第2セットは 19-25 で取られる展開に、第3セットは 25-18 で奪い返し、第4セットも 25-17 で取り、セットカウント 3-1 で勝利、対中国との連敗を4で止めています。同メディアは、勢いは中国にある、背中を痛めているエースシューティンの出場は微妙だが、今度は日本に負けないはずだと期待を寄せており、他にも新郎体育は、1次ラウンドでは日本に敗れたが、その後徐々に成長を遂げてきた、準々決勝では雪辱を果たし優勝への弾みをつけたいと期待を寄せています。一方、中国バレーボール協会の副主席も、若手を起用し世代交代を進めるいい機会になった、ベテランの経験と若手のエネルギーを融合させることが我々の課題だと話しています。その上で、パリ五輪に向けてはメダル獲得はもちろん目標、ただもっと長期的な視点で強化を進めていく、パリ後のロサンゼルス五輪も見据えていると抱負を語っており、他にも中国女子代表の蔡斌監督は、VNL を振り返り、1次ラウンドを通して選手たちの成長を感じることができたと手応えを語ると、序盤は新戦力を起用するなどいろいろと試行錯誤が続いた、
ミスも目立ち、なかなか思うようにいかない試合もあった。正直もっと勝ち星を積み重ねたかったが、プロセスとしては悪くなかったと思う。続けて蔡監督は特に若手の台頭に言及。彼女たちのポテンシャルの高さが発揮できた大会だった。経験を積むごとにどんどん成長していく姿が印象的だった。ベテラン選手との良いバランスも取れてきたと評価しました。一方で課題については、アタック面での精度はまだ物足りなさを感じる。サーブやレシーブももう一段階レベルアップが必要だ。ディフェンス面では粘り強さをより前面に出していきたいと指摘。その上で、若手を育成しながら五輪メダルを目指すのは容易ではない。ただそこに挑戦していくことが我々の使命。まずは VNL での上位進出を期して、そこで得たものを糧にパリ五輪に臨みたいと抱負を述べており、日本代表との再戦については前回1-3で負けており、難しい戦いが予想される。絶対にリベンジを果たして次につなげていきたい。ここでしっかりと勝つことに意味があるとコメントしました。他にも、日本のバレーボールファンは取れる試合は取らないとダメってことですね。日本も中国も米は5敗もしてるのが不思議ですが、今の力関係なんでしょうね。残念ですが、日本のセッターが今のメダル候補レベルでは全く通用しない。一試合の中で交代させながら目先を変えていくしかないかな。今更だから。あとはミドルブロッカーが全然通用してないよね。パリ五輪までにどうすることもできないけど、五輪の出場国もポット分けもだいたい予想通りといったところかな。19日には予選の対戦相手も決まるわけだけど、日本にとって上位8チームに残るためには最悪の組み分けを避ける必要がありそうだ。最良なのはプール A に入り、そのプール A にポット4からセルビア以外のチームが入ることだろうね。そうなればポット2のチームが1位通過となり、日本は2位で決勝トーナメントへ進出できるだろう。最悪なのはプール B かプール C に入り、ポット4ではあるが実質的に日本より実力的に上位で、今大会では主力を温存しているセルビアと同組になることだろう。その場合は予選通過が極めて困難になると思う。五輪では少なくても予選で一つは勝たなければ決勝トーナメントへの可能性が絶たれるわけだから、この抽選は大切だね。セルビアがどこのプールに入るかで死のプールが決まる。アメリカ戦は完全に力負けしていた。高さがない典型的な負け方、一昔前のワンタッチバレー。相手ブロックの高さを怖がってワンタッチ狙いからは脱却できているが、相手の攻撃をブロックで防げていないし、高さがないから相手もスパイク打ちやすい。大型化は絶対必要です。眞鍋監督はツボにはまればドンピシャな名采配を次々と繰り広げていくが、何かに引っかかってつまずくと途端に名采配が続いてきたりする印象。データなどにとらわれすぎて最後に効き目のある直感が鈍ってしまわないよう、気分転換よろしく頑張ってほしいです。頑張って日本。この間勝ったとはいえ、今回もどっちが勝つかわからない。日本代表期待していますと様々なコメントが寄せられており、 VNL はもちろん五輪にも期待が高まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。